打ちました。ショートが取る。アウト、ワンアウトです。打席には8番バッター木浪。まずはワンアウトを取っています。初球は空振りです。2球目は何で来るか。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁に勝ち越しのランナーを置いています。そして打席にはピッチャーという場面です。ここはバンドでいいでしょうね。はい、さあ送ってくるか。これが1球目、バントしました。大瀬良一塁送球、アウト、ツーアウト。送ってきました。送りバント成功です。ツーアウトランナー二塁。インサイド打った。ショートが抑えた。一塁へ。一塁アウトでスリーアウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。勝ち越しのチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回終わって1対1同点です。先発の大瀬良が打席に入ります。まあ少し不安な球種とかをここで試してみてもいいかもしれませんね。そうですね。インコース空振り。アウトコースへのカーブはボールです。次が3球目、変化球タイミング合いません。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。いい当たり、これはどうだ。セカンドの右抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に勝ち越しのランナーを許しています。バッターは野間。そうですね、バントかヒッティングかわからないときには牽制球を挟んで様子見たいですね。なるほど、そうですか。今度はバントの構えを見せましたが、送ってくるのでしょうか。3球目は何で来るか。送ります。取りました。一塁送球します。アウト、ワンアウト。送りバント成功。ワンアウトランナー二塁となりました。当然進塁打を警戒した配球になっていきます。追い込みました。バッテリーここは当然進塁打を警戒した動きになっていきます。変化球打った。ボテボテのピッチャーゴロ、抑えた。一塁アウト。ツーアウトランナー三塁と変わります。ランナー進めてきましたね。
まあそしてこの場面、相手が勝負強いバッターですから、バッテリーとしては嫌な局面ですね。その警戒すべき小園が打席に入っています。これが2球目、打ち上げた、これはスタンドへ入りそうです。スタンドファウルボール、ワンボールワンストライクです。スライダー外れてボール。しっかりと破った、サードランナーホームイン、ボールは中継、バッターランナーは二塁まで進みました。カープ勝ち越しました。2対1になりました。タイガースなおもピンチが続きます。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。ここでリードを奪われます。バッターボックスは4番堂林。タイガースこの回1点を失っています。さあ勝ち越しを許し、なおも得点圏にランナーを背負います。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね、ここで切っておきたいところ。これは手が出ないか、ストライクを先行させていきます。追い込みました。3球目打ちました。これはどうか、レフト線フェアです。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。カープ1点追加します。見事なタイムリーヒット、3対1、タイガースなおもピンチです。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。ここからの追加点は避けないといけないでしょうね。さあこの場面で打席には5番の秋山入っています。初球から振ってきましたが、うまく変化球でかわしました。これは低めストライク、ここはあっという間に追い込んでいます。ここは決められると思うボールがある。インサイド落ちました、破りました、センター前、ホームに送球、セカンドランナーホームイン、カープ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、4対1、タイガース、もうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。打順は6番田村。タイガースこの回勝ち越しを許しています。これが初球、微妙なところを攻めてきます。ストライクです。牽制の上手いピッチャーですか。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功です。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。痛いですよね、ここは得点圏に打ちました、痛烈、これはどうだ、ヒットになった、バックホームする、これで4連打、2アウトランナー3塁1塁。さあそして打席には矢野入っています。さあピンチは続いています。この流れをここでしっかり食い止めて切り抜けたいですね。なるほど、そうですよね。2球目打ちました、中野掴んで3アウトです。しかしこの回カープ貴重な得点が入りました。4対1、カープが勝ち越しています。3回の裏追いかけるタイガースの攻撃、打席には2番バッター中野。
タイガースビハインドで迎える3回の攻撃です。最初は変化球できました。外れてますか。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。3球目外れました。高め空振り、ツーボールツーストライクです。痛烈、これはファーストの横抜けました。一気にライトへ打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー二塁です。さあタイガース得点圏にランナーを置いています。追いかける展開になってますから、少しでも早く差を詰めておきたいですね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスにはホージー入っています。2球目打ちました。これはセカンドライナー。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。さあこのチャンスでバッターボックスには4番の大山が入っています。変化球を見極めます。牽制、二塁セーフ。ここは見送ります。内へ、これは決まった。これが4球目打ちました。この打球はどうだ、切れるか。わずかに左に切れました。ファールボール、打ちました。セカンド取った。一塁へ送ります。ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。まあなんとか進塁打になりましたね。さあそしてこのチャンスで打席には5番の佐藤。インサイド打ちました。菊池アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。ご覧いただきましょう、このプレーです。ランナーは帰ることができませんでした。いや残念でしたね。タイガースサードランナー残塁に終わっています。3回終わって4対1カープがリードしています。4回に入っていきます。カープの攻撃、バッターボックス相澤、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。タイガースビハインドで迎える4回です。さあ里崎さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。まあこれ以上の失点はね、チームも自分も苦しくなりますよね。粘りの投球ができるんでしょうか。アウトコースへ決めました。ノーボールツーストライクです。この球は外れています。
外への変化球外れました。打ちました。さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、レフト掴んでワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発の大瀬良がバッターボックスに入ります。さっきは打たれてしまったんで、ここはもうしっかり抑えに行かないといけませんね。そうですね。緩いボール空振り、得意のボールでストライクを取りました。